USB Implementers Forum は、ユニバーサルシリアルバスの促進を目的として、創設された、非営利団体である。主な事業は、USB や、ワイヤレス USB、USB オンザゴーの促進や、USB 規格の使用策定である。1995年に USB を開発した、企業集団で創設された。現在では、ヒューレットパッカードや日本電機、 マイクロソフト、アップル、インテルなどが加入している。USBEF の運営委員会はで構成される。USBEF のウェブサイトでは、開発者に無料で掲示板や資料を提供しているが、参加するためには団体に所属する企業に勤めるか、会員として登録する必要がある。掲示板では USB に関連するハードウェアやソフトウェアの開発のための相談に限られており、 エンドユーザーが使うことはできない。2014年 usb。if は新しい端子規格である US Type。usb type-c を発表した。最大 100w までの電力供給を可能にする。usb パワーデリバリーと 10gbps の転送に対応している。取締役会はアップル hp、Inc、インク、インテル、マイクロソフトルネサスエレクトロニクス st マイクロエレクトロニクス。 そしてテキサスインスツルメンツで構成される。ベンダー ID は USBIF からの認証を得るために必要であり、USBIF は製品の製造元にベンダー ID を発行する責任を持っている。発行にかかる費用は5000ベドルである。また、認定済みのデバイスであることを示すために商標付きの USB のロゴを使用すると2年間で3500ベドルのライセンス料が必要になる。 ただし一部の半導体メーカーは開発や試験をしたり1枚こいかほどの限定的な製造を行いたい開発者に対して無料や低価格で自社のベンダー ID を提供している。このうち無料で提供している代表的な企業は以下の通りである。他にもオープンソースコミュニティの多くの会員がオープンソースハードウェアの計画で用いるベンダー、 ID20XF055 の使用を促進している。このベンダー ID は2015年10月の時点でどの会社にも登録されていないが、現時点で USB f はオープンソースでの利用を目的として確保しているとは発表していない。ありがとうございます。